でした。次のバッターです。徳もバッターボックスに入りました。2つ続けての三振を奪っている今日のピッチングです。最初は内から入りました。西崎さんにお伺いしましょう。今日のピッチングはどうですか？調子自体もあまり良くないと思いますけどもね。そうですか。さあ修正して本来のピッチングとなるんでしょうか。バッティングカウントからの4球目。ここはストレート、2エンド2になりました。さあ何を見せるか。あっと連続三振、空振りの三振に切って取りました。バッター高橋由伸、左のバッターボックスに入ります。さあ初球内へ、最初は低めの球、この球は枠に入りません。次のボールは決めてきました。さあカウントは1エンド1。さあ3球目は、しかしこれはボールになります。1エンド2になりました。バッティングカウントになった。コーナーついてちょっと外れた。1エンド3になりました。ストレート落ちました。左へ行った。ダロッタ後ろに下がる、下がる。バッターランナーは一塁を蹴って二塁へ。二塁どうか、ツーベース。高橋由伸、レフトへのツーベースヒットが飛び出しました。さあまずはランナーが出ました。清原、7回裏ツーアウトです。初球インコース。さあカウントはワンナッシング、大きく枠を外してきます。さあ3球目、外をカウントツーエンドは。さあ第4球、これは強烈、抜けた、抜けました。さあセカンドランナー3塁を回ります。さあヒットになった。チーム20本目のヒット。セカンドランナー今ホームインした。18点目。さあタイムリーが飛び出した。1点を追加、点差は大きく開きました。さあ打順が移っていきます。キャプラ、右のバッターボックスです。最初の球は、まずは簡単にストライクが来ました。ワンストライク、これはストライク、このスライダーで追い込みました。この球は見ます。バッテリー1球外してきました。これも強烈な打球、あっと抜けた、抜けていきます。ヒットになります。固め打ち、ジャイアンツ今日打ったヒットの数を21としています。さあ初球、これも鋭い当たり、これは低い当たり、あっと落ちた、ワンバウンドヒット。さあバッターランナーは一塁を回ります。センターからセカンドへ、セカンドランナーがホームに帰ってきました。ファーストランナーも今ホームイン。20点目、走者一掃のツーベース、2点追加、点差がさらに大きくなりました。さあ今のシーンです。そして次のバッターを迎えます。上原、右のバッターボックスです。どこに入れてくるか。初球インコースから入りました。ワンストライクノーボール。外へ、これは決まった、スライダーで追い込んでいます。さあ次はどうするでしょう。これもいい当たりだ、三塁線、これはファウルボール。これも強烈な打球、ラインの外、今のはファウルです。次が5球目、しかしこの球はボール。打って左への打球になりました。取ってこれで3アウト。各地の途中経過です。大阪ドームは試合が終わりました。2対1、タイガースが勝ちました。千葉マリンスタジアムも試合が終わりました。2対1、バファローズが勝ちました。その他のゲームはご覧の通りです。さあ最初の1球、外目のボールから来ました。ボールにしてきました。このボールは、あーっと当てるのが精一杯、これはショート後方か、これは取れない、ワンバウンドヒット。さあヒットが飛び出した。ダロッカセンターへのヒットを放ちました。さあランナーが1人出ました。前田、バッターボックスに入っています。今日は7回までを投げ、許したヒットが1本、無失点に抑えています。まずはストライク。西崎さん、ピッチングをご覧になっていかがですか？このストレートもいいですよね。あっと低め、2ストライク。さあ決め球を見せるか。空振りの3球三振、一気に勝負してきました。そして次のバッターとなります。栗原、右のバッターボックスに入りました。最初の1球、まずはストライクを取りました。このストレートには力があります。入りました。さあここは追い込まれていますが、今度も3球三振、最後は思い切って投げ込んできました。今のシーンもう一度見てみましょうか。
して次のバッターを迎えます。東出、バッターボックスです。どこから行く？最初はストレートから来ました。さあカウントはワンナッシング。この球はどうでしょう？ストライクになります。さあバッター追い込まれています。これも三振、3人連続スリーアウトチェンジ。今のプレーをもう一度見てみましょうか。ゲームは8回の表を終了。さあ得点がありません。裏ジャイアンツの攻撃、この回はトップから始まっていきます。西バッターボックスに入ります。さあここで3番手ピッチャーに変えます。長川、今シーズン最初のマウンドに上がります。さあどんなピッチングを見せるのか。天高くから落ちてくるフォークと150キロを超える剛球で三振ショーを展開する奪三振マシーン、ピノタマライアン投法、長川克弘。ここまでの各打席をご紹介しましょう。ショートゴロ、空振り三振、ツーベースヒット、セカンドライナー、スリーランホームラン、5打数2安打。2投目はこれもストライク、ツーナッシングです。さあ決め球を見せるか。明らかにボールの球。さあ次の4球目は見逃し三振、これはバッターは手が出ません。そしてバッターは2番ミオ、バッターボックスです。最初の球は最初はインコースから来ました。ボールカウントワンストライク。次の2球目、これは空振り、ツーストライク、追い込んでいます。さあ1球様子を見るのか。これも見逃し、2者連続、最後はバットを出しませんでした。そしてクリーンアップへと続きます。ロール、バッターボックスに入ります。どこに出てくるんでしょうか。初球インコースから入りました。カウントノーワン。さあ次はどこへ行く。これもインコースです。内へ2つ続きました。次が3球目、インコース、2エンド1、このスライダーで追い込みました。さあ4球目、三者連続三振、これで3アウトチェンジ。さあ今のシーンです。さて試合はジャイアンツリードのまま9回最終回へと入っていきます。9回の表カープの攻撃、カープのトップバッター石原、バッターボックスです。初球はまずは初球ストレート、ワンストライクです。打った、打球はファーストへ、この打球はファウルになります。今のは危ない球でしたけども、まっすぐ飛ばなくて落ちるボールか、右への打球です。ノーアウトからランナーを出します。さあランナーが出ました。長川、右バッターボックスに入ります。今日は8回まで投げて、打たれたヒットが2本、失点なしの成績です。代打ですね。さあさあピッチャーに変えて代打となります。勝負どころの集中力は球界随一、この人なしに広島は語れない、チームの精神的支柱、野村健次郎。ヒットでランナーを出しています。第1球はどうか。まずは変化球から入りました。ワンストライクノーボール。低めのボール球打っていった、これはショート、二塁アウト、アウト、一塁アウト、ダブルプレイ。そしてバッターは1番尾形浩一、右のボックスに入りました。さあ完封、ストレート、打球は右、抑えた、ゲームセット。今シーズン
週のゲームはジャイアンツが制しました。2年目の堀内丸、勝って2005年のペナントレースを動き出しました。さあ今日のゲームをお送りしてまいりました。この放送の解説は勝川光雄さん、そして西崎幸弘さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いよいよ始まったペナントレース、どうぞご期待ください。さようなら。以上です。